じゃあ、私たちの曲をやりますね。ライフライさんっていう曲です。Gmと Gmと Cという4つのコードです。ここ4つだけです。もう今のでさっき出てきたコードなんですか？ウクレレはなんか初心者の方とか子供でもやりやすいって言って、うちもそこでキャッキャ言ってる中の一人、うちの子なんですけど、ウクレレやったり、最近はちょっとお兄ちゃんになったんでエレキギターなんかと触ったりしてやってます。でそんな意外と簡単なコードでできている、じゃあ私たちの曲やりますね。
曲ライフライサンという曲でした。ウクレレの先生大倉健さんですそう、あのバンドのライブじゃなくて2人なんで、あのメンバー紹介してもあのどっちかの紹介しかできないんであれですけども、本当はあのウクレレだけで自分たちの曲をセルフカバーしたアルバムとかも作ってて、ちょっと今日持ってこれなかったんですけど、そんなのもやったりしています。あ、そうですね、さっきの曲にちなんであの T シャツ、これ You are so beautiful って作りました。でこっちは、さっき話題に出たうち の, あの小4 の, あの少年があのお父さんを買いたいがいい感じだったんで、あの T シャツにしたりして家族でわらわらやっています今着てるかな、お父さんとそっくりですねっつって、かわいいねっつって、僕もかわいいってことなんですよね。かわいい三段論法です。かわいいです。それによるとそれによるとかわいいです、ね、ピンクのピンクバージョンで、はい、なんかいろいろ作ったりして、あ、そうそう、それで今日はそうそう、あのアルバムを作りまして、ウィークポイントってあの白っぽいやつなんですけど、そうですね、ありがとうございます昨日からあの世の中に出たというか、だから今日2日目で、そうそう、だからあのほやほやなので、あのよかったら聞いてみてください。さっきからあのお店でいっぱいかけていただいてます。でなんか2人でこうライブすることが多いんで、今まで弾き語り多かったんですけど、昔はもうちょっとこうトラックものというか、あの打ち込みなんかも使ってあのリズムが立ってる感じのやってたんですけど、ちょっとそういうの久しぶりにやってみようかなと思って、やったので、じゃあちょっと、それをリズムが立ってるアルバムなんですけど、ちょっと今日2人バージョンであのここからじゃあ新しいアルバムのちょっとウィークポイントコーナーをあの、さしてもらっていいですか？ありがとうございます。すごいあの本みたいになってて、もうすごいなんかテキスト参照みたいな感じでもう見てくださってる方もいますけど、はい。じゃあちょっとやってみますね。はい。じゃあまずあの。容疑者よっていう感じの、そうですね、ちょっと今日2人でやるんでフォーキーな曲がちょっと多くなるかなと思いました。じゃあちょっと友達のことを思ってじゃあ作った曲です。容疑者よ。汽車に乗るにはまだ早すぎる。
よいしょよでした。そうでもないけどね。よいしょ。でもよってあんまつけないかな。娘よみたいな。孫よ。孫っていう曲あったね。娘へとか。娘へ。さだまさしっぽくなってくるね、どんどんね。そうですか。そういうやり方もあるの。あ、さだまさし方向。やりそうだよね。ほぼなんか北の国から。そうね、ルー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 ルって言って。コードシンクロ似てます。あ、似てるんだ。そうね、こっちが意外とパクリ疑惑で言われちゃうかもしれない。最初あのおばあちゃんに言われたんですよ。昔昔ね、あのなんか就職もしないで音楽やってるって言ったら、ケンちゃんはなんかさだまさしみたいなことやってるのかなって返答に困りました。まあ、新しい相当からですよ。さだまさしみたいなことやってるみたいな。いやもう素晴らしいですね、さだまさし。本も書いて映画も来て、いやちょっとね、誰も真似できない感じになってるけど、じゃあ続きまして、じゃあダークサイドは甘い罠っていう曲をちょっと聞いてもらいたいと思うんですけど、ダークサイドはあの最近は有名だと思うんですけど、スターウォーズでよく出てくるあの心の闇みたいなやつですけど、私も子供もあの映画が好きで、あのスターウォーズもよく見てるんで、なんかつい使ったりしてできた曲です。ですね、で、あのこの曲はあの動画を作って、YouTube とかにはないんですけど、いろんな SNS の方には今上げているので、お家帰ったらよかったら見てみてください。もうあの地方感満載 の、 あの、動画になっているんですけど、パチンコ屋さんの駐車場で撮ったのかな、なんかそういう感じなんで、まあ、ちょっと見てみてください。じゃあダークサイドは、甘い罠という曲です。Shut up.
寝れなくなっちゃったりとかするタイプで、夜なるべく夜はニュースとか見ないようにはしてるんですけど、なんかこう嫌なこととか聞いたりすると、嫌なことは結構すごい吸引力があると思うので、そっちに意外と引っ張られちゃうようなとこもあるから、大人になるほどそういうのはなんか注意だなみたいなことを普段思ってたので、作ってみました、ダークサイドはマイワナーでした。ではでは続きまして、ウィークポイント、コーナーの最後にやろうと思ってますけど、この中で猫好きの方は、あ、今日少ない、あ、あれいっぱいいたあ、ありがとうございます、嬉しいです私たちも猫が好きで、結構ここ何年かは飼ってるんですけど、一緒に暮らして今はお留守番しててもらってるんですけど、猫好きなんで作った曲をじゃあ聴いてください。その名も猫。意外と長い好きな
場所へ行くがいい。今の君は自由だから、こんなことを思う日は雨降りのよう。君との時間は意外と長い。膝の上にいたはずの、そうさ君は土の中、そうさ君は土の中。猫って言ってました。ではですね、せっかくあのこういう地に来たので、出会いみたいのは大切にしたいよねみたいなことなので、あのさっき立ち話したばっかりですけど、じゃあはい、ターリさん、はい、ターリさんの共通の知り合いで、フケさんというドラマーがいるんですけども、彼が、フケさんがここのお店に来て、ここで、あ、ここもか、うん、で、山田さんとお話しして、フケさんっていうのは、音楽仲間で同じレーベルにいたりしたんですけども、うん、それが縁で、ここの山田さんはフレックスライフのことを東京にいる頃見に来てくれて、で、共通の友達ということなんで、そこで福さんに、ここにココクロスというところがあるんでライブ行けるかもよってなんで連絡を取り合って、ここの度実現の運びと相なりました。福さんに感謝ですねで今日会って話をしたらですね、なんか何回か話しかけて話をしたことがあるということをね、遠い記憶のこう彼方からほじくり出して東京でもさ、なんか大学一緒なんでしょ、実は大学も一緒だったとかね、年は僕の方が上だと思うんですけど、そういう感じでですね、接点があったみたいで、ね、今日はなんかもうさっき立ち話しただけでなんかつながりまくってて、なんかめちゃくちゃ面白かったです、だからつながったついでにちょっと入ってだから何をやるのか全然教えてないというか初めて会ったので私たちの曲とかも知らないと思うんですけど、まあ、入ってもらいやすいやつをちょっとやるんで、じゃあなんかそのこの感じも丸ごと楽しんでくださいこの緊張感みたいなじゃあスティービー・ワンダーの曲をやります発表しますみたいなでちょっとここから2曲ぐらいバイバイやりたいと思うんで、バイバイしてくださいじゃあ有名なやつやりましょう。じゃあ依然としラブリーです
happy. We have been heaven blessed. I can believe that God has said to us has given life to one, but isn't she lovely and made so love. もう一曲はもう多分完全に知らないと思います。私たちの曲なのでカバーじゃないんで、声を聞かせてっていう曲をやります、はい今発表しました。ありがとうございます。じゃあちょっとそれを、ツーシットメモ最後にやりたいと思います。今日は初上陸なのにいっぱい来てくださってありがとうございます。なんかすごいかなりウェルカムな感じを受けているのでまた来ていいでしょうか。またウクレレとギター持って来たいと思います。ありがとうございました。ココクロさんありがとう。また来たいです。大好き。じゃあ声を聞かせてっていうもうギャギャしてっていう曲をやるんでギャギャしてください。お酒ももう増やしてもらっていいんで。じゃあ、ありがとう。声を聞かせてです。明日からも楽しく過ごしてください。フレキセンフィッシュありがとうございます。Yeah.
アンコールの曲はここで雰囲気で決めてます。アンコールありがとうございます。ありがとうございます。もう持ってますね。じゃあなんかあのせっかくあのウクレレ持ってきたからウクレレの曲もう1曲やってもいいですか。2曲やってもいいですか。じゃあやってみます。いやすごい、いや本当初めて来た感じしないです。ありがとうございます。今度の曲はシートA マイナーこれだけです。すごいイーテレ感がすごいですね。なんかここにテロップであのコードが出そうな。スカイラインという曲を。はい。これはあの911があった頃に書きました。なんかやっぱりショッキングだったんですけど。なんかまあそういう曲多いんですけど、まあ、あのいいこともあるし悪いこともあるし、まあ、でもまたいいことあるよねっていう感じの曲です。スカイラインはあの、水平線っていう意味です。
タリさんです。イエーイ。そう、はい。ダンスキャンセイグッバイとかします。でもなんか、はい、森渡さんに最初に歌ってます。君が、はい、こういうのがあるんですよ。あ、わかりました。そこを最後に向かって合わせていって、わかりました。最後ぴったり合わせてればね。なかなかそこだけ注意して聞いとく。わかりました。なかなか笑顔でなんかこうハードル上げてる感じも。昨日ちょっとそれが伝わりきらなかった。なるほどね。昨日もちょっと無理やり。ちなみに本だと過去だったらどっちが違う感じになってますか？イメージ。今は長いそう。今は長いです。感じでパーカッションできる方を見つけては引っ張り込んで、昨日も松山でお店の方が花本打楽器される方でもお願いしちゃったりして、この辺にも入ってもらえるかな。これ今はちょっとギターに乏しすぎるんで、もう一人すごいいいドラマがいるんで、なんかうまくコンパクトできたいのかね。カルトケコーヒーから。あ、もう、まじまじで。これちょっと、難しい。それちょっと、無茶ぶりすぎんじゃない？それは無茶ぶりすぎんじゃない？曲してた。セッションをこの曲やるって教えてください。なるほど、ぜひ入りたいです。ありがとうございます。名前は知ってるかもしれないけど、ヨウちゃんです。ヨウちゃん、イエーイ。ちょっと全部乗せみたいな感じで こんな感じでやってて、温かく見守ってください。じゃあちょっとピリ聞こえたと思うんですけど、ジャクソン5、マイケル・ジャクソンの曲を最後にドキドキの感じでフレッシュな感じでやりたいと思います。イエーイ、ありがとうございます。コールっていう感じでやりますよ。イエーイ。
とうございます。フレックスライフと愉快な仲間たちでした。ありがとうございます。ありがとうございます。あ、物販があるので見ていてください。ありがとう。